今回ご覧いただく国会動画は、自民党の松川るい議員が、G7 サミットで各国とともに、台湾海峡の安定と平和を求める具体的なコミットメントを確立するよう、林芳正外務大臣に求めた質疑です、まあ、G7 サミットにおきまして、もちろんあのロシアによるウクライナ侵略への対応も大事ですけれども、私ども、日本にとりましてはやはり、えー、台湾海峡の平和と安定ということが非常に地域的には大事なことであります。でこのサミットには インド、それから韓国で、島しょ国も含めて、さまざま日本が大事だと思う国を招待されていると思います。ぜひ、ね、この G7 サミットの場におきまして、えー、ウクライナとともにです、ね、この台湾海峡の平和と安定というのを、改めてもう一歩具体的な形で、そのこうした多くの国のコミットメントをするものとして、確立をしていただきたいと希望しております。えー、このの点にに関ししての意気込みやご見解を外外務務大大臣臣お伺いしたいいたと思います林外務大臣 えー、台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障はもとより、国際社会全体の安全と繁栄にとっても重要でございます。えー、我が国のの従来からの一貫した立場は 台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するというものであります。この点、これまでも米国や G7 との間で台湾海峡の平和と安定の重要性について一致しておりまして、先般の G7 外相会合においても、この点を再確認をいたしました。えー、我が国として、こうした立場を中国側に、えー、首脳レベルを含めて直接しっかり伝えるとともに、同盟国、同志国と緊密に連携しながら、各国共通の立場として明確に発信していくと。 いうことが重要でありまして 今後ともこのような外交努力を続けてまりすその上で G7 広島サミット、これ、アジアで開催するということも踏まえまして、中国など東アジアを含むインド太平洋の地域情勢についても、まあ、首脳レベルでもです、ね、しっかりと議論するということが重要であると考えております。えー、お触れいただきましたように、今回 G7 首脳に加えて、韓国、そして豪州を含む8カ国の首脳も招待することとなっておりまして、国際社会が直面するさまざまな 課題への対応を中心に有意義な議論が行われるということを期待しておるところでございます松川瑠衣君あのありがとうございますあの日本は G7 唯一のアジアの国でありますし 中国は非常に重要な地理的に永遠に変わることのない隣国ですのでボトムラインとしてやはり紛争が起こらないということを確保する上でもですね対中外交を建設的かつ安定的なことにしていく上でも非常に今回重要な G7 だと思います大臣ご活躍もご期待しながら質問を終えたいと思います質疑時間の関係であまり詳しい内容には触れていませんがロシアによるウクライナ侵攻と中国の動きを考えると G7 唯一のアジアで 中路両国と隣接する日本がイニシアチブを取って台湾海峡の安定と平和を世界に訴える良い機会でもありますそういった意味では現状でロシアの侵攻を受けるウクライナをどのように支援して救うことができるか考えねばなりませんウクライナを見捨てるようなことがあれば次は日本です G7 は以前ロシアを含めた G8 でした これがクリミア併合によってロシアの参加を停止した経緯からも、ここでのロシアに対する姿勢は重要な意味を持ちます。ホスト国であり、中ロに隣接する日本は、このサミットで成果を出さねばなりません。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。